はいさい、沖縄の鈴木です。はい、今回もドラゴンクエストヒーローズ2、進めていこうと思います。で、前回は何かが来たんだよね。それそれで。伝承の音。まあ、もうじき、その町、あ、国か、にたどり着くわけで。よし、たぎってきたぜ。さあ、何かがいる。近づいてくる。森の中からだ。さあ、なんだ。敵か。おい。あ、トルネコさん。来た。トルネコ。トルネコの大冒険。またやりたいな。がプレステ4版が出て欲しくなっちゃうな。トルネコの大冒険すごいハマったんだよな。面倒なことになってしまいまして。面倒なこと。なんかまたやりたくなってきた。うん。おお。確かに面倒な奴らに目をつけられた。誰だっけ。いやはやそのようで。名前が出てこない。こうなったら仕方ないな。付き合うぜ、おっさん。よし、行こう。こいつらをやっつけりゃいいんだな。オッケー。さあ、ゴーです。戦うっす。よし。おお。茂みをやっつける。茂みを倒すといいのか。さあ、ガンガン。出てくる前に倒せばいいのか。今日なかなか出てきちゃうな。オッケー。いくっす、ガンガンいくっす。ゴロつき多いな。よし、行くぜ。ドッカーン。ギガブレイク。おお、やった。一丁上がり。うん、いやはや皆さんのおかげです。ありがとうございます。私一人では一体どうなっていたのか。トルネコさんどうもっす。ところでおっさん、一体何者だ。思い出すな。トルネコの大冒険はね、友達が買ったんで、友達の家にしょっちゅう通ってやってた。うん、まあ、自分では買わなかったんだよな、あの時。確かあったかね。私も聞いたことがないわ。だから自分でプレステ4版出たらやりたいな。出てくんないかな。あれスマホ版とかでもなかったっけ。ないよな確か。うん、なんか久しぶりにやりたくなってきた。別の世界って別の世界。それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの。そうとしか考えられません。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。そうなんですか。それで不安になって帰り道を探しているうちに、あの連中に絡まれてしまったというわけで、うん、なるほどな。それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。うん、まあ、そういう要素もあるってこと。わからないんでしょ。はい、トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。うん、それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。そうだな、そうしろよ。さあ、おっさんよ、共に来るがいい。ちょっと、おっさんじゃなくてトルネコさんよ。それに来るがいいだなんて失礼でしょ。一緒に行きましょう。はい、こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーです。トルネコさんも結構強いじゃないですか。十分強いっすよ。お言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。いや、これで仲間が4人。他のメンバーもどんどん増えてきたらいろいろ遊べそうだな。楽しみですね。うん、さあ、トルネコが仲間になってスタートでございます。デート。
ここ何？ここ。とりあえず今はいけない。はい。じゃあまたガンガン敵倒して経験値稼いでレベルアップして、エイス、いくつ？レベルアップ。いいっす。さっさっさっガンガン倒すよ。だいぶ操作に慣れてきたような気がするけど、まだちょっとね、防御とか全然使っていないんで、ボスが出てきた時やばそう。もうちょっとトレーニングしたいな。まあ、とりあえず、ジェビオンに着いたんで。はい、ぐるっと街を見学してきます。いろんな施設が、しばらくはここが拠点になるってことかな。まあ、いろんな、ね、施設もあるし。クエスト上、クエストはなし。店やってない。やってない。これはまだやってない。多分武器屋と防御屋だな。で、こっちの家、はい、なんだ旅人のオーブ、何に使うんだろう。まだやっていない。まだやっていない。うん。まだ称号1個だけ。はい。こっちは？はい。これは？多分こっちはまだいけない。うん。鬼教官の真似してんのか。かわいいじゃん。こっちは？亀仙人？お、お、お、お。いいっす。これはなんだろう。まあ、なんとなくわかった。オッケー。リッカの指輪。はい。うん。こっち、こっちは、ひらがな高松でいきます。なので、マルチであったらよろしくお願いします。了解。わかった。よし。この人は？で、この人は？あ、転職所。おー。けどまだ転職できない。オッケー。うん？あ、ありがとうございます。あざす。あざす。あざす。いっぱいもらっちゃった。あ、こっち。こっちこっちこっち。なんだろう。なるほどね。そういう人間関係なわけで。はい。ここは？おぉ。あ、ホイミストーン。はい。ホイミストーンって何ですか？あ、ふい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 。こうやって、ヒットポイントの回復ができると。はい。了解です。あ、教会か、ここ。はい。じゃあ、はい。セーブして。はい。よろしくお願いします。で、こんな感じか。まあ、あとは話しかけてみよう。お、お、お、よっしゃ、行こう。よし。よいしょ、よいしょ。あ、行き止まりか。この壺ひょっとして。あ、よし、あとでチェックします。はい、ようやく。鉄拳の間に到着でございます。もう、広い。かっこいい。おぉ。名手様、戦士オルネーゼ、オレンカよりただいま帰還いたしました。うん。早速、かの国の状況についてご報告させていただきたく。はい。うん。ご苦労であったな。ご苦労であったな。さあ、顔を上げるがよい。え？うん。うん。見慣れぬ者たちも一緒のよう。なんかすげえチビのおっさん。彼らは
オレンカで私に力を貸してくれた者たちです。はい。それは良き出会いであった。しかし。しかし。やはりジャイワールは、オレンカを攻撃したのじゃな。攻撃しちゃったみたい。この者たちの尽力もあり、なんとか城門の外で食い止めましたが、ジャイワールはオレンカ攻略を諦めておりません。さほど時を置かずして再び攻撃を仕掛けてくるでしょう、名主様。オレンカ王はジャイワールと戦う意思はなく、和解の道を探したいと申しております。そのため名主様への伝言を私に託されました。名主様のお力をもって、はい、両国の間を取り持ち、和解への道をお示しいただきたいと。そんなすごい王様なんだ。オレンカより来た者たちよ。はい。そなたら二人はどうじゃ。オレンカ王と同じようにジャイワールとの和解を望むか。それはやっぱり和解。またまた報復を望むかの。正直に答えよ。もちろんジャイワールとの和解を望みます。それに俺たち実はジャイワールの出身なんです。けどオレンカにも世話になってる人がたくさんいて、オレンカの人たちにもジャイワールの人たちにも絶対傷ついてほしくないんです。だから何としても戦いを止めたいのです。そう頑張ろう。まさかジャイワールの者がオレンカに味方しておったとは、実に不思議。いや本当になんで戦争になってんだろうな。今回の一件は我らが保ってきた世界の均衡を乱す一大事である。そんなに一大事。恐ろしき予言が現実のものになってしまわぬよう名士として力を尽くすと約束しよう。よろしく。しかし争いを止めるにはまずその原因を明らかにせねばならないな。原因なんで。ジャイワールがオレンカを攻撃した理由ということですね。そうっす。さよう。ちょっとそれは本当に気になる。ジャイワールへ向かい、かの国の真意を探ってまいりましょう。俺も一緒に行くよ。私も何か役に立てることがあるかもしれないもの。そなたらはオレンカとジャイワール両国の事情に通じておる。何かとオルネーゼの助けとなるじゃろう。くれぐれも頼んだぞ。わかった、頑張る。よし、じわじわたぎってきたぜ。名士様、俺たちにドーンと任せてください。ジャイワールの腹の内をバッチリ明らかにしてきますから。バッチリか。ちょっと、名主様の前なんだからもっとちゃんとした言葉を使いなさいよ。なかなかいい感じですね。さてというわけで早速旅立つが良いということで、また今回はこの辺で一旦終わりにします。でちょっとね出かけて、またこの後、配信をしていこうと思いますんでお楽しみに。チャンネル登録やコメント高評価よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、それではまた。